メディアを再生する予告編地球の静止する日は1951年アメリカの未来 SF 映画20世紀フォックス制作監督ロバート・ワイズ主演マイケル・レニー1971年1月30日テレビ朝日土曜映画劇場で TV 放送された時の題名は SF 地球最後の日だった2008年キアヌ・リーブス主演でリメイク作品 地球が静止する日が制作された。アメリカの首都ワシントン DC に銀色の円盤が着陸し、人間の姿で奇妙な服を着た男が現れた。彼の名はクラトゥ。自分は宇宙人であり、地球人には危害を加えないと語る。しかし、警備兵は彼に向かって発砲してしまう。船体からロボットのゴートが現れ、周囲の武器を破壊しようとするが、クラトゥは、 ゴートを制止した。彼は大統領秘書に地球上の指導者たちが核兵器や戦争による殺戮で他の天体の征服を考えるのは他の保守からの攻撃につながることを忠告したいと言った。彼は地球人を説得する平和の使者であった。指導者たちが彼と同席することを拒んだため、クラッツは宿屋に住み以外の人々に紛れ込んだ。彼は科学者。 バーンハート教授と会い、使命の重大さを認識させるために、世界中の電気を止めることにする。しかしクラトゥの意図は誤解され、逮捕命令が出された。軍に逮捕されたとき、彼は致命傷を負ってしまう。クラトゥは使命を果たすことができるのかクラトゥとゴート宇宙人、クラトゥゴート1950年代は、 SF 映画ブームとなったが、空想科学映画は子供向けのおとぎ話であり、異星人は敵対するモンスターとして描かれ、スペクタクルが優先されるジャンルの映画と思われていた。その風潮の中で、ストーリーを重視して高い知性と友好的な異星人像を提示し、人類と異星人のファーストコンタクトとそれに対する人類の動向をシミュレーション風に展開させた。 本格 SF 映画の先駆的な作品。異星人、クラトゥト、ロボット、ゴートは、1977年、未知との遭遇が公開されるまで、有効的宇宙人の代表的な名前になっていた。だが後年、ゴート出現シーンのスッチル写真だけが取り上げられることが多く、映画の本質が見誤られていることもある。制作にあたり、企画段階で、プロデューサーのジュリアン・ブロースタインは、 冷戦時代の国家対立を危惧し、何らかの形で世界情勢を表す映画を作ろうと考えた。主人への告別のテーマである、人が見知らぬものにどのように反応するかが気に入り、主人への告別を原作として採用した。小説の設定で映画に使用されたのは異星人のクラトゥ、巨大ロボット、ワシントン DC に出現したロケットだけで、 先行する企画にあった小説を探したことから、ストーリーは異なったものになっている。ありがとうございます。